ですが今場所はまだ白星がありません。先場所は初日から5連勝でしたが、今場所は全く逆の星の並びになってしまいました。豊ノ島はここまで3勝2敗、体重を落としてきた豊ノ島。過去2度の対戦、いずれも豊ノ島中に入ろうという豊ノ島、足が流れました。高安です。勝ったのは豊ノ島です。高安が6連敗、豊ノ島これで4勝2敗です。高安はね、はい、なんとか相手を起こしたいんですよね、ですから顔のあたりをついていこうとするんですけども、でも豊ノ島はこう後ろにこうしなる柔らかさというのがありますからね、はい。2本差しに行った豊ノ島ですが、はい、こうやって、ね、顔のあたりをついて起こしに行こうとしますよね、はい、でもこれ豊ノ島は、ね、意外と嫌じゃないんですね、反り腰が強いんです、はい。体重を11キロ落としたわけですけれども、はい、常々舞の海さんは体を絞った方がいいという話をされてきました、はい。